動画を見ていただきありがとうございます。ケイスケと言います。よろしくお願いします。今回はまたまたやってきましたゆずあん南浦和店さんに来ております。早速入店しましてメニューを見ていきます。今回こちらも見えておりますが、2024年の6月11日から夏のゆずあんコースが始まったので、今回またまた来ております。で、今回は担々鍋だしが季節のお出汁で、なんか定番の鍋出汁に塩レモン出汁が、あの春のメニュー、春の出汁だったレモンさんが加わっております。で、純喫茶ドリンクなどなど、あとお酒もありまして、で次のページ行きますと、こちらお手軽コースが出てきます。お手軽コースでもお寿司は食べ放題できます。ただゆずあんのゆずあんコース、こちらがついておりませんのでご注意ください。はい。で、今回はこちらマグロ来ました。マグロとうなぎ、どちらもとても美味しそうです。で、こちらのページをめくりますと、はい、熟成牛しゃぶしゃぶ、とても美味しいお肉です。でもお寿司だけでもこれだけ食べ放題、全部はなかなか食べきれなさそうです。で、たこ焼き味のポテトが夏限定で出ております。で、デザートは白クマをはじめとしたこちらの3種類が食べられる夏のゆずあんコースに今回もしていきます。で、茶碗蒸しは今回はエビでした。で、一応このタッチパネルの方を見ていくと、なんか炙りマヨ、マイカ軟骨といったこのお寿司がありました。これはあのホームページとかには載ってなかったメニューですね。で、いっぱいあるメニューをめくっていきますと、なんかアレンジレシピというものがあったりします。で、こちらが夏のデザートたち、白クマは数量限定らしいです。で、こちらもアレンジレシピです。さつまいもソフトってことで、今回はゆずあん昆布だしと担々鍋だしにしました。で、茶碗蒸しはさっきも言ったんですけども、エビで温かいタイプの茶碗蒸しとなっております。中には椎茸とか銀杏、枝豆などが入っております。それではいただきます。もうエビがすごいプリップリで、今回あったかい茶碗蒸しでした。冷たい時もありましたね。美味しかったです。で、三元豚ロース、こちら2枚注文しました。で、こちらが三元豚バラとなります。綺麗なピンク。そしてお次が僕の大好きな熟成牛しゃぶしゃぶ、こちらも2枚注文しました。早速大好きな牛肉からしゃぶしゃぶしていきます。あっという間に茹で上がりまして完成です。とても美味しそう。まずはお肉から今日はいただきます。もちろんうまい。柔らかくて、この牛の味をしっかり感じられるお肉で、相変わらず美味しかったです。で、タンタンバージョンでも行ってみたいと思います。タンタン熟成牛しゃぶしゃぶ、ごまの香りがすごいしっかりあって、辛さも辛すぎずちょうどよくって、コクがかなりあって美味しいお出汁です。で、三元豚バラ、これあのアクすくう時に、あのタンタン鍋出汁があの通常の昆布出汁の方に入って赤くなってしまいます。で、この三元豚バラは脂身が甘くてしっとり肉質で、とても美味しいです。で、タンタン三元豚バラにもしてみました。でも、すごくこの脂身の甘さとピリ辛スープ、こちらがいい具合にマッチして、とても美味しいです。で、三元豚ロース、こちらも入れていきます。豚肉の方が担々鍋だしは合うなっていう感想です。はい。で、こちら店員さんが席に回ってきて、いかがですかって言われたメニューです。これ春にもあの白エビ天軍艦っていうのがあったんですけども、なんかミスドでいうちょっとファンシードーナツ的な感じなのかなと勝手に思いました。はい。で、豚ロースもあのパサつかず、かつ赤身なんですけど、しっとりで担々だしにもよく合って、こちらも美味しかったです。そして今回の夏のお寿司たち、炙りうな球手巻き、マグロ握り、とろビンチョウ握り、
で、こちらが炙りうなぎ握りで、炙りマイカ軟骨、こちらがマグロすだちおろし軍艦ということで、マグロ握りからいただきたいと思います。真っ赤っていうわけではないんですけども、こちらのマグロすごい美味しいです。なんかたまにちょっと臭みがあったりするものとかあったりするんですけど、このマグロは特にそういったものもなく、マグロのうまさしっかりガツンと感じられて美味しかったです。で、トロビンチョウ握りもいただきます。で、このトロビンチョウ握りがもうめちゃくちゃ脂が乗ってて、噛むと溶けていく、食感もシュッて溶けてって超美味しかったんでおすすめです。で、このマグロすだちおろし軍艦、こちらもいただきます。すごい上にいっぱい具を乗せてくれるんで崩壊しがちなんですが、本当マグロの油の甘さをこの上のすだちおろしがさっぱりさせてくれて、もうすぐもう抜群に美味しかったです。こちらも。で、こちらが炙りうなぎ握り、しっかりと炙ってくれてるので香ばしさとタレの甘みが美味しいです。身も結構ふわっとしてて美味しかったです。で、こちらが炙りうな級手巻きとなります。一口ではなかなかいけないと思うんで、二口で引くのがいいかなと思います。で、うなぎとキュウリと海苔の組み合わせなので、もう間違いない美味しさでした。キュウリのアクセントすごいいいですね、食感も香りも。はい。で、炙りマイカ軟骨、これどうかなと思ったんですけども、すっごいゴリッゴリで、炙りマヨの香りもすごいいいし、なんかお酒のおつまみになりそうなお寿司でした。で、こちら深入りごま餅つみれさんと、あとはお肉も追加しました。豚バラとロース1枚ずつと牛肉2枚、はい。で、このようにつみれ入れていきまして、大好きな柚子ネギも注文したので入れていきます。で、こちらが海藻とチャコのサラダとやみつききゅうり、海鮮マグロユッケとガリ、これでアレンジレシピしようと思います。その前に野菜食べます。さっぱりドレッシングに、このジャコのパリパリ食感がとても良くて美味しいです。ニラもやし、こちらも担々鍋だしに合う具材ということで投入しました。で、海鮮マグロユッケはもう毎回頼んでおります。ほんとこのユッケめちゃめちゃ美味しいです。ご飯にのせても合いそうな味、はい。で、エビ天、こちらは塩でいただきます。このエビ天ももう揚げたてサックサクでとても美味しいです。野菜店でレンコンとかナスとかあったら嬉しいなと思っております。追加されないでしょうか。はい。で、牛肉入れまして、柚子ネギ熟成牛にして食べると、もう本当もうこの相性、もうこのシャキシャキとこの牛肉の美味しいこの滑らか食感、たまらなくうましです。で、豚肉も担々だしに入れてる間に、やみつきガリ牛というものを作ります。どんな味がするかなと思ったら、まあ、そのまんまでしょっぱ甘いな感じになって、ちょっと好みは分かれるかなといった感じです。僕はちょっと単体ずつで食べたいかなって思いました。はい。で、ニラもやしはいい具合に煮込まれておりまして、この豚肉とニラともやしの組み合わせも最強にあって、この担々鍋だしにこのニラが入ることで、よりこの味に奥行きが出るので、ニラともやしはニラがよっぽど嫌いとかではなければ入れてほしいなっていうぐらいには美味しかったです。すごい美味しかったです。はい。で、季節のシャーベット、今回は何味でしょう。ヒントは赤色、正解はなんとイチゴでした。赤いからちょっとスイカかなって思ったんですけども、まだもうちょっと季節が進んだら変わるかもしれないですね。で、こちらが深入りごまつみれ、中に餅が結構入ってて、もちもち食感と、あとごまの香りもしっかりふわっと香って、ごま担々鍋だしとしっかり合うお味でした。とても美味しかったです。で、お寿司も最後に一杯頼みました。で、ちょっとビンチョウ、トロビンチョウはすごい美味しかったんで、2×2頼みました。で、の前に先ほど鍋に投入した熟成牛しゃぶしゃぶはとても美味しかったです。で、トロビンチョウは本当もこの脂の乗り具合が想像以上
で本当に美味しかったです。でこのとびっこ軍艦食べてたらちょっとあの口にあのキュウリが引っかかってあのとびっこがこぼれるというハプニングがありました。すみません。でサーモンハラスがもうトロトロで、もしらすも脂が非常に乗っております。でさらにそちらを炙ったもの、これももう炙ったことによりよりこの脂の溶け具合を楽しめて、うまさ倍増、いや3倍ぐらい。はい。で今回のお寿司どれも本当美味しくてあの最高だったんですけども、トロビンチョおにぎりとマグロすだちおろし軍艦が個人的にはとても好きでした。めっちゃ美味しいです。で夏の限定のデザート、生わらび餅黒蜜きな粉とコーヒーゼリーパフェ、すごいなんかちょっとレトロな見た目ですね。でこちらがなんと白熊さん、はい、数量限定となっています。まずは生わらび餅からいただきます。見てもらったら分かるようにすごいねっとり感、とても伸びます、伸び伸びです。で清涼感もしっかりあって黒蜜きな粉との相性がもう抜群に良いです。でなんか店員さんが回ってきてくれて、なんかデザートいちごの大福いただきました。はい。でコーヒーゼリーパフェ、こちらもいただいていきます。ちょうど良いあのコーヒーゼリーの苦さで、かつクランチのアクセントがとても良いです。で最後にこのチェリーも食べて、甘くて美味しい。はい。で白クマ、こちらなんか久しぶりに食べる気がします。なんかコンビニとかで売ってますよね。で練乳かき氷などの上に乗ってるフルーツと食べたら甘酸っぱさがとても良い、美味しかったです。で今回もとても美味しくて大満足でした。あのデザートは生わらび餅が好きだったかなって思います。でマグロが好きな方には本当あの今回かなりおすすめなフェアなので、ぜひぜひに行ってみてほしいです。でこちら店員さんにいただいたいちご大福もとても美味しかったです。ということで、私食べ放題デカ盛りなど皆さんが食べに行く際の参考になるような動画をこれからも楽しくアップしていきますので、マグロのお寿司が食べたくなった、白熊のアイスが食べたくなったという方はぜひ高評価チャンネル登録していただけると嬉しいです。ということで今回もめっちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。